はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。今日はね、悲しいお知らせ、お知らせというかお話をしたいと思っております。サザエさんね、のマスオさんが、マスオさんの声の方が、交代したっていうことで、まあ話題になって、多分これ年末ぐらいに変わったのかな、年末年始ぐらいに変わって、まあもう本当に毎週毎週ね、サザエさんの時間になるとツイッターなんかでね、マスオさんの声が変わったとかって言って話題になってましたけど、まあ今はねちょっとまあ落ち着いたかなっていう感じですね。でそのマスオさんの声の方、声優さんが、お亡くなりになりました。うん、まああとアンパンマンのジャムおじさんの声ですね。結構その2つが有名じゃないでしょうか。うん、増岡宏さんが、3月の21日に、癌のために亡くなったそうです。でまあ83歳だったと。で所属の声響じゃない、廃響っていうのかな、分かんないけど、その所属事務所が、発表したと。で葬儀の方はもう家族葬で執り行ったということです。でお別れの会などなどは、個人の意思によって、まあ執り行わない、行わないらしいです。でまあ増岡さんはその埼玉県出身で、1963年に、狼少年ケンという、まあ、アニメーションで、声優さんとしてデビューして、またその劇団東京ルネッサンスっていうのを、まあオーナーというのかな、主催っていうのかな、そういうので俳優さんとしても活動したと。で、マスオさんとしては、なんか、マスオさんずっと、その、放送してからずっとなのかなと思ってたら、二代目だったそうですね。二代目のマスオさんとして、1978年から41年間、アンパンマンとして、アンパンマンとしてじゃない、アンパンマンのジャムおじさんとして、88年から31年の、長きにわたりそれぞれ担当したと。でまあ19年の8月に高齢により交代するということです。で長年のね活躍をたたえて、まあ声優アワード功労賞というものを受賞されていると。でフジテレビのねバラエティ番組のその有吉さんのお散歩番組のナレーションとして、ね、結構、知られてましたよね。まあいろんな人は、まあ、マスオさんの声の人だ、ジャムおじさんの声の人だっていうような認識だったと思うんですけど、うん、まあ、一時期ね、その、まあ、高齢によってよりなんだろうけど、まあ一時休業していたりとかあったんだけども、まあ復帰したと。まあ時折ね代役を立てることがあったそうなんですが、降板がアナウンスされることもなく続けていたということです。ねえ、なんだろう、ネットっていうのかな、番組で、その、まあ、増岡さんが亡くなったっていうことを報じてて、で、有吉さんがね、ツイッターで、まあ、社交辞令じゃないけども、その増岡さんと一緒に、ね、お散歩したいなっていうようなことを、まあ言ってたそうなんですよね。で、それを受けて、増岡さんも、そのナレーションの中で、
私も一緒に歩きたいですっていうようなことを、まあ、了承というか、了解というか、そういう話をしてて、まあ、その番組の上でだけど、そういう約束をね、していたのに、そういう約束がね、叶えられなかったのが心残りだっていうふうに、有吉さんも言っていたし、その、増加さんの声で育った、まあ、アンパンマンだったり、増加さんだったりもそうなんだけど、やっぱ悲しいよね。あの声が聞こえないっていうか、聞けなくなるっていうのがちょっと悲しいし、大変だなぁとは思いますね。やっぱり2代目、3代目の人って、その前の人が偉大すぎると、まあ、どっか似せようとしている部分が、あったりするんじゃないでしょうかね。インパクトがね、ものすごくあるし、そう、マスオさんの声といえばマスオカさん、アンパンマンのジャマおじさんの声といえばね、そのマスオカさん、まあ、例えば他のアニメかなんかでも、その悟空だとね、あのお方の声優さんとか、あと誰だ、ベジータだとあの声優さんとか、長期のアニメ長くこうやっているね、アニメだとやっぱり世代交代、声優さんでも世代交代があるんで、その都度変わるだろうけど、ちょっとって感じかな。まあね、本当に今まで、頑張ってって言ったら怒られるけどね、いろいろと、まあ、お休みも多少あったりだとかするだろうけど、一応その、マスオさんとジャムおじさんが、を降板するときっていうのは、そのガンのことは、言わずにというか、多分そのときもね、ガンの兆候みたいなのがあったと思うんで、ね、すぐに、こう、がんが発生して、ね、入院してっていうのはないだろうから、もうその頃からね、もう分かってたことだろうし、だから、まあ一応恒例として、恒例のために、お休みします。お休みっていうか、やめますっていう話をしたんだと思うんだけど、皆さん、どうでしたか？この話を聞いたとき、ちょっと、驚いた方が多いんじゃないでしょうかね。私もね、ちょっと、びっくりしました。はい。でも、多分、今っていうか、モノマネ芸人さんだったり、モノマネをされている方って、サザエさんの、マスオさんといえばこの声とか、ジャムおじさんの声といえば、この声っていうのがあったりとかするんで、モノマネ芸人さんもちょっと大変だよね。今のその声の人に合わせなきゃいけないだろうけど、やっぱ大半の方は増加さんの声の方がしっくりくることが多いと思うので、だからしばらくはそのモノマネ芸人さんも、まあ、増加さんの声でやっていくのかもしれませんね。これがまあ1年後か2年後か、今の声優さんがしっくりくるようになってから多分
徐々にこう増岡さんの声から今の声優さんの声にだんだんとシフトしていくのかなとは思っております。皆さんどうでしょうか。ご意見ご感想をいただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。